こんばんは、ファンクでーす。最近ね、ちょっと練馬の方でね、仕事してまして、それでね、一緒にね、来ていったね、同僚がね、福神好きなのね。だからね、あのファンクさん一緒に行かないって言うからね、早速行ってきました。ファンクもね、福神行くのすごく久しぶり。ここでね、ファンクが頼んだのは焼き豚チャーハンセット。このボリュームでね、690円です。このセットはね、ミニね、ラーメンとね、あとね、チャーハンとね、餃子がついてくるんだけども、このラーメンミニミニというよりはね、ロングスカートという感じかな。ボリュームありすぎで、本当にね、あの福神でね、食べるのね、もう3年とか4年ぶりかな。疎遠すぎてね、どんな味だったかね、忘れちゃったんでね、いや、もう久しぶりにね、食べたいなってファンクも思った。それでね、まあ、福神ね、とにかくボリュームありすぎ。もうちょっと値段取ってもいいんじゃないかな。それぐらいね、バリューミー。いや、前もね、こんなにすごかったけどね、今の、若干昔よりも量増えてんじゃない？この不景気で、パワーアップしてるって。いや、もうね、気合バリバリですね、福神さん。でね、このね、なんだろう、もうザ・チェーンというようなね、もう、とにかく無難。小腹をね、すかした時にね、食べるにはね、本当にね、無難。690円の割にはね、なかなかいけるよ。一つ一つがなんか突き出てるっていう感じじゃなくてね、いや、もう無難に本当にね、食べれる。ファンクね、日高屋がね、ちょっと油ぎっしゅでダメなんだよね。いや、もう年なんだけど、昔だったらね、日高屋のが好きだったけど、今はどっちかって言ったら福神のがファンクちゃん好きかな。福神はね、自家製麺のね、手もみ麺をね、もう全面にね、PR してるのね。でね、栄養価も高くてミネラルもね、豊富にね、含んでるのよ。それでね、アレルギーとかをね、考えてね、まあいろんなね、具材とかも考えてるんだけども、まあ、すべてにおいてね、まあ、統一してるというのがね、ファンクちゃんがちょっとダメなところかな。なんかね、何かちょっと他とは違うというね、そういうのがあったらファンクちゃん、もっと通うと思うんだけども、やっぱりちょっと、まあ、何事にもおいてね、平均点のね、なんか優等生って感じかな。いや、ごめんなさいね、名前聞いちゃって。家系をね、ちょっと前までね、家系と呼んでたね。ファンクがこんなこと言っていいのかどうかわからないけども、ちょっとはね、なんか突っ張ってる方がね、まあ味としてね、ファンクは好きかな。でね、食べてる途中に同僚がね、ファンクちゃん知ってた？福神って裏メニューあるんだよって言うのよ。何その裏メニューって聞いたらね、昔ね、野菜炒めセットっていうのがあったんだけど、今メニューがなくなっちゃったんだって。でもね、頼めば出してくれるんだよって言うから、それさ、このチャーハンセット頼む前に教えてよと思ったんだけども、でもね、いや、裏メニューと聞いちゃったらファンク頼まないわけにいかないじゃない。食べてる途中だけどお願いしちゃった。そしたらね、店員のおばちゃんがね、単品じゃなくてセットっすかって、いや、セット、どうせだったら頼みたいんでって言ったら、いや、でもチャーハンセットにも、ね、チャーハンいっぱいついてるし、いや、足りなかったですかって言われて、いや、そういうんじゃなくてですね、先ほどもちょっとこれ、写真撮っていいですかって、あと撮影用に、ちょっと動画撮っていいですかって言いましたけども、
ご飯あった方がインパクトあるじゃないですかって言ったら、ちょっとわからないですけど、じゃあご飯つけますねって、いや本当にね、ご迷惑かけて本当申し訳ありません。いや福祉のラーメンね、突っ張ってて美味しい、すべてにおいてね尖ってますよ、本当ですよ、ファンクも最初から空いてますからね。でね、このね野菜炒めセットね食べてみたのよ、クソうめえ野菜いっぱい入っててね、もやしとかね、なんかニラとかね、あとキャベツとかね、人参とかね、とにかくなんかいろんな野菜入っててね、あとなんかタケノコっぽいのとか、食べ応えがあってね、あとお肉もねちょこちょこと入ってんだけど、これがまたいいわね、野菜の味を引き立たせて、あとね味付けが絶妙。まくね思うんだけども、福神さんこれ定番メニュー戻した方がいいんじゃない、これだったらまたインパネファンが食べたい。あ、いや、全てのおいて美味しいですよ。ラーメンも美味しかったし、チャーハンも美味しかった。餃子も美味しかったし、出してくれたね、水もね、ピュアウォーターかと思うぐらいね、すごく美味しかったんですよ。全てのおいて美味しいけどね、この野菜炒め、なかなかいける。でね、近くのおばちゃんがね、レバニラかなんか頼んでたのね。普通盛りですごい小盛りしてたね。いやー、久しぶりに食いたくなったわ。福神でね、ファン君ね、ごめんなさい。どっちかって言ったらね、昔からレバニラ定食とね、餃子食べてたね。特にそのセットの時とかね、もうテンション上がってね、ファンちゃん食べてた時代があったんだけど、なんか隣で食べてるおばちゃん見てね、いや、ファン君久しぶりにレバニラ食べたくなっちゃった。前にね、千葉寄りのね、現場でね、周りお店なかったのね。でね、上司がなんか、前の会社なんだけど、一緒になんか食べに行くぞって言って、行ったらね、福祉、あ、いや、なんでもないです。なんでもないです。で、メニュー見てね、って言ってたらね、上司がね、レバニラ食べろべべやじやんって。お前若いんだし、ガンガンね、勢力つけろって言うからさ。あ、わかりましたって、レバニラ頼んでさ、大盛りよく頼んでたのね。初めて食べた時に、あ、これやべえと思った。餃子の王将もね、餃子も美味しいけど、何気にね、レバニラやばいんだよね。みんなにね、って言われるかもしれないけど、マックでね、マックスター好きなよ、ファンクちゃん。昔からよく食ってるわ、あれ。あとね、フレッシュネスはね、フィッシュバーガー、これはね、外せない。あとね、ミニストップはね、もう確実にね、フィッシュ&チップス、あとハルハルたまんねいやもうね、寒くなってきたからハルハルなくなっちゃったけどね。今年みんな食べましたか？ファンク逃しちゃった最近さ、ミニストップちょっと行く機会なくてね、地元なくなっちゃって、まだフィッシュ&チップスあるのかな。そしたらね、久しぶりに食べた。あ、もう最近ケンタも行ってないわ。なんかそんなこと考えてない。なんか食べたい欲がまた爆発しちゃったよ。でもね、このね、スイカッパラのこと考えるとね、ちょっとセーブしないとですね。エアーダイエットばっかじゃなくて、本格的にね、ダイエットしないとね、次の健康診断やばい。前回ね、いっぱい引っかかったから。年明けからね、ちょっとセーブしていきたいかなって。おせちは食べさせてよ。いや、こういう考えが、そもそも、ダイエットとか減量は無理ですか。でも、おせちはね、外せられない。伊達巻き好きなの、ファンク。伊達巻きとね、あとカニはね、買えなくてもね、年末に出るね、贅沢なカニカマ。ねえ、あれも美味しいね。あと昆布とイワシ巻いたやつ、甘くね、煮た。ああいうのとかね、考えるとね、もうたまんね。いや、ちゃんと痩せますよ。頑張ってね、痩せますけども。年末とね、あと年始はね、いっぱい食べさせてね。今年はね、いっぱいね、お酒飲もうかなと思ってる。年末年始。休めるかなっていう問題があるんだけど、去年ね、うちの会社でね、正月休みはね、
1月の15日やったね。その間ね、もうフルスロットルで働いててね。でね、上司もね、一生懸命ね、ジムとかやったりね、まあ、会社の方でやっとくから現場でちょっと頼むわって言うんでね、パンク出てたらね、後で発覚したんだけども、旅行行ってたっていうね、情報をね、耳にしてね、めちゃくちゃブチ切れてね、めちゃくちゃね、後からね、ごちらせて、お年玉ももらっちゃった。まあね、ちょこっとだったけども、軽い社内カツアゲですか、これ。いや、それは上司が悪いよ。だって15日まで休むし、取らさせなかったの。で、その間さ、グアムとか行き腐って。ねえ、今年はね、ちょっと、ね、少しは休みたい。でもね、もしね、気があったらみんなとね、飲みに行きたいとも、ね、考えておりますよ、ファンクちゃん。こんなね、おじさんでよければ。今年ね、築地を気にしてる人多いでしょ。だからね、今年の築地はね、めちゃくちゃね、お買い時だと思う。例年よりね、来る人が少ないっていうのはね、もうね、どのお店もね、頭にあるからね。だからなおさらね、活気づけるためにね、各店舗がね、もう総力を注いでね、いろいろサービスしてくれると思う。だから今年は逆にいいと思うよ。それでね、上野とかさ、いつもさ、なんていう、築地とか市場から買い入れたいいのを、一旦さ、IKEA が買い取るのよ、全部。でね、その IKEA で余ったものがね、全部アメ横に流れるって仕組みなのよ。だから上野ってさ、IKEA がすごく高いんだけども。でもさ、IKEA さ、ユニクロとか入れたりさ、ちょっとファッション系に力入れてさ、海鮮物さ、いきなりダウンしちゃったでしょ。だからね、アメ横もね、ダイレクトにね、いいのが入ってくると思うのよ、ファンクちゃん。築地もいいけどね、安、ちょっとね、ワンランクね、下がって値段が安いのはアメ横だと思う。両方ともなんか面白そう。例年にもなくね、すごくね、なると思う。いいものいっぱい買えると思うよ。だからね、ファンクちゃん期待してる。くれぐれもね、築地へね、訪れる方は、おもちゃ屋さんとかで売ってるさ、石原都知事のマスク、顔の、ああいうの被ってね、訪れるとね、どえらい時代になりますよ。ミンチになっちゃうからね、皆さん。それだけはね、おふざけ禁止ですよ。普通にね、買い物するにはね、全然ね、てか、多分本当にね、今年はね、築地はすごいと思う。ということはね、上野もね、多分IKEAダメだから、アメ横もね、結構安くていいもの買えると思うよ。だからね、年末ね、今年皆さん買いですよ。なんでこうやって行けるかっていうとね、なんかね、築地の市場でね、働いてるね、人で友達多いのよ。全員がそう言ってた。っていうことはね、間違いないと思う。あとね、マークちゃん昔アメ横でね、働いてたのね。でその当時の友達もいっぱいいて、今年多分家にいっぱい入ってくるよって全員が言ってた。ってことは、間違いないよ。あ、そういえばね、みんなにね、ちょっと聞きたいんだけども、お肉でね、年末美味しいとこどっかないかなってね、マークちゃん探してんのよ。チャーシューとかじゃないよ。月島のさ、辻田のさ、辻田じゃなくて高砂だったっけ？あそこのさ、チャーシューあるじゃん。めっちゃうまいじゃん。あれはもう毎年買ってるから。じゃなくてね、本当に生のね、お肉で美味しいところね、探してんのよ。でさ、食肉加工かなんかでさ、品川にさ、市場あるじゃん。あそこの周辺でさ、もしかしたらいいお店ないかなと思って回ったんだけども、市場でね、働いてる人で、ちょっと退職されて、うちに入ってきた人がいるのよ。その人に聞いたらね、まあ確かに美味しいとこあるけど、みんな高いっていうのね。じゃあ今度調べてみますって周りね、見て回ったら、いや、確かに普通のお店のね、1.5 倍とか 1.6 倍すんのよ。で、いいお肉だともっと高騰しちゃうから、ちょっと買えないからさ、いいお値段で、お手頃でね。で、なんか、いい、なんていうの、お肉買えるとこないかなってファンクちゃん思ってる。あとね、鶏肉かなんか使ってるお店でさ、
月島とあと銀座の間でどっちかっていうとあの歌舞伎座のさあのちょっと近くのところあそこのところでさなんか鶏肉かなんかを扱ってるまあの精肉店かなんかがあるんだけど頻繁にね人が並んでんのよあそこなんじゃと思ってんねちょっと今ねファンクちゃん目つけてる、うん、なんだろう鶏肉かなんか美味しいの扱ってんのかないつもねそこ通るとね行列できてんのよ、うん、ファンク今ねチェックしてんのよ、うん、チェケだって思ってんのよ、うん、だからごめんくだらなかったなちょっとお肉ね美味しいとこ知ってる人いたらね教えてくださいお高くないところよね、うん、年末お金いっぱい使っちゃうからよろしくよ、うん、それじゃあ今日はここまでじゃあねみんな知ってる恵比寿にねサルタヒココーヒーっていうねコーヒー専門店があるのよなんとねここのコーヒーはね缶コーヒーになっても入れたてのコーヒーのようにすごく美味しいんだって普通さ缶コーヒーになると味が落ちちゃうじゃないだから缶コーヒー嫌いだっていう人でもねここのね缶コーヒーはたまらないんだってもちろんねこの店頭でね飲むねおみあなたのコーヒーもねガチでやばいらしいのよということでね一体どんなコーヒーかパンキちゃん訪れてみました皆さんこの動画お楽しみあれですうん。